これチーしてもテンしないです。これ一数そうチーしなきゃダメですね。はい、何引いた？なウワあ、テンですよ。そうですね。レ、ね、ア切ればはい、はい、あ、切りましたね。全員テンはい、いいじゃないですか。ああ、積もれなかった。さあ、入って何台引いてきたの？三ワ 行きましたねすごいねこの曲みんなエインテンパイ,ンパイいや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 凄い,い,い試合だこれはトン四曲一本羽で親が流れてた白さんですたちのさんおなのパッと見いいよ 白が。ああ、ドラムの白、統一。あこれ大チャンスで大チャンス。赤もある、そうずむに、ね、メンツができてますからね。これは、はねまんでも上がろうものならば。確かに。はい。一気に見えてきます。できることなら、白をあんこにしたい。そうですね。まあ、でも、うん、ポンでも全然十分ですよ、ね。はい,は,いはい。はい。これ、実は、白ね。 三藤さんに一枚浮いてるんで言ってますねえー、手が進めば出てくる可能性あるんですよねー、はい、ちょっと日野さんは悪い手ではないんだけど、うんはい、田代さんがかなりいいんでねそうですねハグでますあ、出ないか。もコ一旦ここは我慢しました、ね、ここは我慢しました君島さんはウーワ引き さて、何が来るローソー、素晴らしいところを引いてます。これね、白ぽんするとね、シャンポ待ちになるんだな。それもちょっとどうかなって。気はしますむしろピネロ両面待ち、ウパピン引いてウパピン待ちになる方がいいかもしれない。いいかもしれませんね。えー 仕掛けが入った。ああ、流派か。龍派泣きました。で、ハクが出ます。で、ハクポンですね。で、テンパイ。テンパイなんだけど、ちょっと間違いない。うん、まあ、両面待ち変化する可能性もあるんで。ええあれ、これチーピン大丈夫?お。うん。うちょっと危ないかもしれない。何を。 メンツ候補から落とすかあソーズを行きますかあー,チあー出てしまいました青山、うん、なんかそんな気しましたね <laughs> そうですねそうですねお田代さんこれであれだねはい。君嶋さんに振った一万2千が帰ってきたね、はい、帰ってきました水戸さん二枚目ですうん残念な補充でした、うん 最後までファイトを出していきましょう。ね、お山上がって。田代さん連チャンです。トニー四局日本馬。ね、元に戻しましたからね。えー、ちなみに面白いな、これ。日野さんが全く、こんだけ、ね、はい、いろんな攻防があるのに、日野さんが全く関与してないですよ、ね。関与してない。点数的にも。えー、脱衣的にも。そうですね。リーボーが一問一本出てただけですからね。ドラローピン。 お、君島さん大質問はかなり良かったですね。はい。返品から入りました。やってもいいですよ。これ、田代,田代さんもこれ嘘入っていい感じ。いや、かなりいいですよ。はい,はい。君島さんはここは。はい。さて。日野さんはこれ全力で田代さんを上流さないとね。うんうん、あ、積もれるか。 ああちなみに、数ーワンで勝負してると、このイーワン捕まえてましたね。はい,は,いはい、はい、はい。まあ、難しいですね、リーチかかっちゃうとね。イ、えーワン、e、でした。さて、はいて。龍京君。はい。二人転廃という形で。あ、ただ、これ、日野さん、脳天バップだ。はい。日野さんが一枚縫うことになりますね。あと、君島さんですね。はい。 日野さんが農天ということで1枚目ですが 2, 2位の田代さんとはだいぶ差がありますがこれから何入しますどうなるか君島さん2枚目ですもうこのあと後の奮闘期待したいところですね親の田代さんがテンパってはいましたが上がり廉ちゃんですので流れます何入何一曲御堂さんの親三本場 表宅が二本あってドラはウーワンですミトーさんの手はリュウ赤ウーピン、うん、いいねーうーんヒノさんは赤ウーワンがありますおっとウソが暗ンになりましたミトーさんここはパーソーイソーから行きました 1> 1これはいらんないらな、ねはい、えっとまあ点差を考えるとねやっぱ田代さんが着実にここで漫画の流れとか決めてくると、うん、ぐっと迫るんですけどねそうですねあのー、君島さんは生半可の手じゃ点数は詰められないので、えー、やっぱりこうみんなをこう脱がしていくという作戦に徹底した方がいいですね。うん 3万引いた。あ、なんか出た。はい。あ、な、田代さん仕掛けますね。仕掛けました。はい。まあ、親番があるんで、終わらずに。えー、ここは上がる。で、できれば。日野さんから。はい、えー。あるいは積も上がりでね。はい。日野さん、を少しずつ、こう。追い込んでいかないとね。あ、日野さん、どうするか。ダブナンポンですからね。 あやい,いやいや、ごめんなさい。シャーチャでしたね。はい。はね、ただドラがあって赤ウソがあるっていうね。だからまあランクあるいはこの後とカでもすればもう少し増えることがあります、ね。値段、ね、も上がってくると。ええ。島さんは三色にしたい。うん、おっとドラああうえ、ん、赤ウウワンに数ワンくっつけました。ただ君島さんはここも戦いで差し後の三色は結構鬼門なんですよね。<laughs> なん何,何をポンいやリューハーをポンですね。あごめんなさいリューハーをポンで。伊藤さんは連チャンしたいという。そうするとどうするの素直に行くならウーアンがいいですね。あキューピン。ああ<ー>また独特だな。カーワンどうする安カンか。カンするんじゃないですか。あしない。し,しないえいや転廃してからする気なんですよ、ねあ。だ差しんおしごろどんどん<や><う>進む。 ただね、はい。差し子はやっぱりやいやなんじゃないですか。<や>不吉な手役じゃないですか。そうですね。さっきのね、三、うん、回戦で差し子が上がれなかったってのありますか。あと二回戦で差し子で上がってるウーピンで放出してますからね。そうですね。<ん>ローワン引いてどうする？うこれはもう九ピンでしょう。九ピン一枚切ってんだ。あ、いやいや。そうか。七八九でパーピン頭っていう考え方ですか。 いやあるいはカンローピンがでパーピンあんこでただパーピンポンってあそうかウーピン使いたいならこうなるねはいロワンつむぎりですねはい<あ>お<ー>もうリュウハポンリュウハじゃないやえー、っとリュウハかあこれチーワンあんこでテンパイです関してんだあ三コテンパイ なくてチーピンポンかこれチーピンポンですえチーピンじゃなくて何本ですね何本でサブロワンテンですねはいあ詰まりましたあこれ全員全員忘れるこれ四十プですね一三二六そうですねはい一三二六あ点数も詰めたねはいいや結構詰まってきてんじゃないはい二万点以内にはなりましたね一万一万数千点にはなってですはい さん2枚目ですね我慢のハンちゃんという感じになってますさて君島さん黒のコスチュームがうーん今回は行きません、はい、君島さんが黒のコスチュームでしたがあっこっちら行くのかなおーおーおーおおあ残念ですねまあしょうがないですかね